はいどうも、りょういちです。それでは、セブンデイズトゥーダイやっていきたいと思います。今回から新しいモッドをね、入れてやっていきたいと思います。前回まではね、クラシックホードサバイバルという、モッドをね、入れてましたけど、今回入れるモッドは、エクスパーメンタルレシピズというモッドです。これも大型モッドですね。かなりの大型モッドになります。前回入れたやつよりね、いろいろな要素が追加されているモッドになるので、これをね、やっていきたいと思います。まあこれはアルファ15がね来るまでやりたいと思いますんで、まあアルファ15が来たらまあやめる、一旦やめるか、まあやめる形になりますね。なんでもしかしたらすぐ終わっちゃうかもしれないですね。アルファ15がねいつ来るかわかんないんで、結構ね動画とかね来てて、最後のプレビューみたいなのも来てたんでね。もしかしたらもうすぐ来るかもしれないんで、このモッドのあれはね、すぐ終わっちゃうかもしれないですけど、まあまあ、来るまでね、やっていきましょうか。で、ニューゲームでね、新しく始めましょう。はい、世界の設定はね、こんな感じでいきたいと思います。難易度はノーマルで、このモッド自体のね、難易度が非常に高いのでね、ノーマルぐらいにしとかないと、最初多分ね、もう最初本当に難しすぎて多分進まない気がするんですよね。で、この辺は一緒で、デフォルトでしょ。で、まあ時間、1日の時間は40分ですね。で、非常に時間がね、結構必要なモッドになるんでね、いつも30分でね、大体やるんですけど、まあこの40分、10分長くしました。で、ブロックディフィカリティは 25% と。で、ドロップオンですがツールをベルトオンリーと、ゾンビの数もミディアム、とりあえずミディアムでと、エアドロップはいつも毎日なんですけどね、3日に1回にしました。まあ毎日はねちょっと来すぎなんでね、3日に1回ぐらいでいいかなって感じですね。よし、こんな感じでいきましょう。それでは始めるぜ。よし、始まったよ。お、砂漠かな、ここは。とりあえずクエストはまあ最初のクエスト、うわ砂漠だ、いいね。砂漠いいか悪いかで言うと、うん、まあ普通だね。まあ悪くはないけど暑いからとりあえず脱出したい。でこのモッドはね本当にいろいろ追加されてて、もう全体的になんかリアリティなね、リアルな追求されてるモッドなんですよ。で実はねこのモッドを入れたやつでマルチプレイで結構遊んでるので、まあソロでやるのは初めてなんですけど、マルチではね、そこそこに遊んでてね、もういろいろ、やったりしてるんでね、もうやり方はね、大体わかってるんで、まあそんな感じでね、まあ説明しながらとかね、で、アルファ15が来るまでね、のんびりと、それなりにやっていきたいと思います。まずはね、このモッド本当にクラフトもいろいろ追加されてて、得意なっていうか、その適用したね、ツールじゃないとダメとかね、よくあったりとか、あと草をまずね、このロープにしないとね、ツールが作れなかったりとか、クラフトするのにものすごい時間がかかるとかね、結構本当にリアルがね、要求される感じがね、あるんですよ。だからとりあえず草だな。草を取りまくろう。草と石もいるし、で、ゾンビも、このモッドはね、前入れてたモッドは、クラシックホードサバイバルモッドはね、特殊ゾンビが全くいないっていうね、ゾンビらしいゾンビしか、本当に走ることもしない、数で押し寄せてくるゾンビっていうね、しかいなかったんだけど、こっちのモッドはね、特殊ゾンビだらけ。逆にね、特殊ゾンビがね、本当にわらわらいるっていうね、ボス級ゾンビとかもいたりしてね、本当に耐久値が、フェラル以上に高いやつとか、飛び道具打ってくるやつとか、本当に多いんで、結構ね、スリルと緊張感はね、あって、面白いことは面白いですね。よし、草、ファイバーロープ、全部草をファイバーロープにしよう。で、石だな、石が全然ね、小石を、あ、あったあったあった。石をくれ、俺に。石が少ないな。まあいいか。とりあえず、アロエも集めとくか。
ちょっとは必要だろう。石と、これいらんね。ストーン、ストーンアックスと、あ、ツールはね、こういう風に、で、新しい、ツールとかもね、なんか、いろんな素材がね、追加されてたりとか、まあ、ここでは見れないかな。うん、あ、あるね、一応。ブラスとかね。ブラスのピックと、ブロンズの、と、カッパーあって、で、アイアンあって、で、スチール。で、最終的にチタニウムっていうのになるかな。すごいね。かなり、その、素材によってね、強さとかが変わる感じになってますね。で、まずはストーンアックスと、あ、ストーンが足りねえから、ストーンアックス作るより、ハンマーじゃない、あれだな。え、あれない。作れないのか、まだ。作れない。アックスでいいや、じゃあ。ピッケルがなかったな。ピッケルどこだ。まあいいや、石集めないとダメか。石をくれ、俺に。石はあるけどね。この石系はね、アックス、ピッケル系じゃないとね、掘れないんですよ。適応したツールじゃないと取れなかったり、土はシャベルじゃないと掘れなかったりとか、そういうのがね、あるんですよ。このモッドにはね。よし。これで作れるだろう。あ、ピックアックスあった。これだ。で、斧は、木を切るためのね。で、ハンマーは修理専門。ね。で、ホエはシャベルで、クワだね。クワ、シャベルじゃねえ。クワだよ。クワで、畑耕す用だね。うん。そんな感じかな。よし。よし、よし。ピッケルと。できた。で、ストーンアックスで普通に殴っても1しか減らないんですよ。で、ピッケルだと、こうやって削れる。で、取れると。やっぱこういう風にね、適用した適材のね、ツールを使わないと取れないようになってます。で、銅とかも取れてますね。ここから銅と白い粉ですね。ナトリウムパウダー。で、銅、スクラップカッパー。こういうのをね、宝珠と。宝珠もね、種類があってね、段階が分けられててね、作れるものが順番に上がっていくみたいな感じなんですよね。だからなかなかね、やりごたえのあるね、モッドですよ、これは。あと釣りとかもできてね、面白いですよ、非常に。こっち森だ。あ、これちなみにこの赤い場所は、放射能地帯。ダメージ食らう床ですね。放射能、至るところにね、意外とこのモッドだとね、あるんですよ。で、気づかずに、普通だとね、意外と気づかずにダメージを食らうっていうね。まあ、ビビたるもんですけど、意外とうざい。よし。とりあえず森があるから、森と砂漠が隣接しているのはいいね。よし。とりあえず森を拠点にして、うん。あ、そして銃もね、めちゃくちゃ種類がね、あるんですよ。今のグロックだね。グロック18。銃も本当に種類があってね、いいですよ。銃好きの人にはね。あ、これ放射能床だ。危ない。で、まあ、ダメージはね、あー、しかも、うわ、焼けた森あるじゃん。焼けた森か？焼けた森じゃねえな、あれは。なんだ、しかも建物が見えた。怖いなぁ。ちょっと待って、うわ、びっくりした。あ、豚だ。しかも、あ、そうそう、言い忘れた。このモッドね、動物が襲ってくるんですよ。豚や鹿まで。豚や鹿も、あと、ウサギもね、ウサギも襲ってくる。危ない。で、結構ね、ゾンビだけじゃなくてね、ああいうやつらにもね、最初はかなりね、警戒が必要。あ、ゾンビもいるな。ちょっと待ってよ。ここで死にたくない。意外といい、いい立地の、あれが、場所だから、こんなところでちょっと死にたくないな。あ、なんとかしてベッドを作りたい。布を見つけてベッドを、作りたいけど、布がね、最初は集まりにくいから、草を山ほど集めて、布にするか。時間かかるけど。草、200枚か、それぐらい集めたら、布を作れるから、布、ベッドの数だけの布が作れるはずだからね。バレてはないね、OK。とりあえず布を作れ。布。コットン。全然作れない。40枚で布1枚だからね。あ、400枚ぐらいいるね。だから。多分。やべえな。木を切ろう、とりあえず。
よし。まあ、きゅ、わあ、怖い怖い怖い。ん？怖い怖い怖い。なんか、別のも倒れたのか？いや、なんだったんだ。まあいいか。まあいい、まあいい。あ、クエストがなんかバグってるな。ちょっとたまにこのストーンのクエストだけバグるらしいから。これで、よし、オッケー。いやー、ゾンビいるな。嫌だな、行きたくない。ゾンビと戦う武器を手に入れよう。ちょっと武器だけ作ろう。戦えないから。ストーンアクスじゃ全然ダメージになんねえから。バレてないよね、バレてないから。武器、最初の武器はね、どれだ？ナイフ。とりあえずナイフ。石のナイフと、作れないかな、まだ。あー、いろいろありすぎて、ちょっと待ってよ。あー、作れないな。まだ作れない。ストーンスピア、ウッテンスピア、ウッテンスピアは作れるのか。ウッテンがなぜ先、一緒に出てこない。どうだ？ウッテン。ない。ないな、木がないのか。あ、プランクがいるのか。木もね、これまずプランクにしないといけない。バレている。やべやべやべ。これはやばいぞ。ピンチだ。ナイフをとりあえず持っておこう。とりあえずちょっとこっちに走ろうか。北の方に走ろう。怖い怖い。ちょっと鳥の巣だけ取りたい。鳥だけにね。よし。走れ。あと、サボテンじゃない、なんかアロエのやつ。あ、ない、から。サボテンも取っていきたいんだけどね。あまり時間がないから。まあ、いつでも取れるし。あ、家がある。家があったぞ。家のゾンビを片付けれるほどの戦力がないから、家のカーテンだけ回収したい。よし。なんとか侵入できるかな。窓から侵入できたらいいな。ウッドフレーム作るのにね、かなりのね、時間を要求するからね、かなりやばいんですよね、このモッド。ここダメだな。あー、いた。いやー、入り口いっぱいいた。やべ、やってもたー。扉、開いてないよね。あー、ここダメだ。バリケードは。カーテンをくれ。あ、壊れちゃった。カーテンをくれ、俺に。よし。外からカーテンを、カーテンかかってねえじゃねえか。カーテンかかってねえぞ。おい、どうした？あー、侵入できないな。うわー、怖い怖い怖い。怖いわ。デブがいる。デブはきついな。一旦、あー、鹿もいる、鹿もいる。敵対するかもしれない。襲ってくるやつと襲ってこないやつがね、いるみたいなんですよ。確かね、オスはね、襲ってくるらしい。まあ、見分け方はないんだけど。あ、コーラルオーレ。あー、ちょっと進むか。コットンあるじゃん。そうだ、コットン取っていこう。コットンも、時間はかかるけど、布にはできるからね。コットン取ろう。コットンさ、集めればなんとか。いるいるいる。ナースだ、ナース。ちょっと戦ってみるか。一体だけなら、ナイフで、なるかな。よいしょ。これ。よーし。いいね。お、アルコール、いいね。嬉しいアルコール。かなり貴重だからな、最初は。キノコ取ってもいいんだけどな。キノコ取るのめんどくせえからな。かさばるからな。特に何もない。切り株があるな。食料でも入ってるかな。お、食料、ペットボトルの水と汚い水だ。汚い水はいらねえ。よし、一旦腰を落ち着けて、こいつをあれにしよう。コットンにしよう。5個。49秒もかかります。かなりかかりますね。くそー。あー、コットンだらけだ。とりあえず集めよう。ベッドを最優先で作って。とりあえず、そして今回はあれだな、拠点となる場所を見つけるぐらいかな。拠点となる場所を見つけて、そこをね、
にベッド置いたら、なんだ、終わりかな。街だな、あれっぽいな。街っぽいな。嫌な感じだな。まあ、でもまあ、近くにあるのは嬉しいっちゃ嬉しいけど。あ、ゾンビいる。いるな。怖いな。とりあえず全部コットンにしよう。ああ、時間がかかります。バレてないね。まだバレてない。ん？やばい。ちょっと待って。バレてる、バレてる、バレてる。だからどこが危ない？怖い。危ない、危ない、危ない。やばい、やばい、危ない、危ない、怖い、崖、街、怖。あ、そうそう、あとね、特殊ゾンビの中に、昼間でも走るゾンビがね、このモッドにはね、いるんでね、非常に注意が必要ですよ。やべえな、布がマジで足りねえ。3分かかんのか。布にするのはまだ時間がね、早いんだけどね。街かな、本当にあれ。街だよね、やっぱり。ちょっとだけ見ていこうよ。街じゃないかな。街ってほどではない。どうだ？なるほど。街っぽいね。しかも、危険な街だな。あれは、どう見ても。嘘でしょ。嘘でしょ。ゾンビ包囲網が張られている。これはまずい。しかし街に突っ込むのもまずい。街を根城にするかな。そういうのもありだけどね。街の建物は頑丈なものがね、多いから、根城にするっていうのもありだけど、ゾンビさんとの戦闘にはね、困らなくなるよね。街に住んだらね。危険すぎるけど。でもな、そんな勇気は今の俺にはまだないね。よし。だから、ちょっと、離れよう。でも、いい家がなかったら、そこ、町に住もう。最悪。もう、だって夕方だし。家ないかな。ちょっと待ってよ。ここ、消して。よし。これだけあれば、ベッド作れるだろう。ベッド、ベッド、ベッド。ベッドロール。押せ。よし。もういい。いいから。バレてはない。よし。よしよしよし。ベッドロール。ベッドロールさえ作れればこっちのものよ。オーケー。勝ちだぜ。死んでもいい、もう。死んでもいいってことはないけど。家を見つけたい。早急に。ないか。マジでないな。この辺に一軒家建ってないかな。2階建ての一軒家。できれば法事ついてたらね。いいね。まあ、2階建ては最低条件だな。2階建ての家、ないか。ない。何もない。森の中がいいんだよね。廃墟とか、荒野だと、嫌な奴は山ほど出てくるからな。常時出てくるのは嫌だな。あれは水か？水辺だ。水辺。水が多いんだよね。しかも、このモッドの影響なのか、アルファ14の、影響なのかわかんないけどね。水がね、非常に多い。海バイオームなんてね、言われてたりもするね。やべえ、スタミナ切れた。何かないか、マジで。何かないと俺はもう死ぬことになる。ベッドを置いて死ぬしかない。あっちはちょっとあんまり行きたくないほな。なんかあるぞ。なんかありそうな気がしてきた。家だ。家？家か、あれ。家、まあ、建物だな。なんだろう。しかし、この装備でゾンビを殲滅できるかは不明だな、しかし。ナイフもう一本ぐらい作っとくか。まだ。
ないよりはマシだから。よし、でベッドを先に。なんだこれ、なんだこの家は。ベッド先に置いとこう、とりあえず。あ、いるいる、ゾンビ。あ、これあれだ、プール付きの家だ。そうだな、まあまあ豪華な家じゃないか。水辺もあるんだったらいいかな。あ、チャレンジカードとグロック。来たな、ゾンビども。あ、いるいる。あ、そう、よしよし、死んだ、生きてる。よし、俺が相手になってやるぜ。ほら、危ない、どっからともなく。危ない、痛い。うわー、骨折した。うわー、骨折すんなよ。なんで今ので骨折するんだ。危ない危ない危ない、助けてー、やめてー。ダメかもしんない、これはダメかもしんないな。うわー、多いな。うわー、すげえ。いやー、このプール付きの家もほぼ外壁が壊されている。なんだここ。しかもなんかいつものプール付きの家よりなんか拡張が激しい。こんな、あんまり見たことないな。危険すぎる。でも倒しきれないな、倒しきれないしな。でも建物に避難してもあれだからな。結局あれか、倒すしかないのか。ほっ、あー、ダメだ。ほっ、ナイフじゃ弱いな。ナースさん、大量にナースさんがいる。いで、感染した、もうダメだ。感染もね、非常にね、しやすくなってますよ、このモッドはね。まあ普通ゾンビにね、一回でも殴られたり噛まれたりしたら感染するからね、そういう感じなのかな。あー、ダメだ、やべ、やべえわ。遅いし、スタミナもうねえし。あー、ナイフ壊れた。絶望が俺を待っている。絶望が本当にやばい、押し寄せてくる。助けてくれー。ちょっとどうしよう。よし、引き連れよう。こいつらを引き連れて離すしかない、家から。ナイフナイフナイフ、来いよ。そうだ、こう、こっちだ。俺の家から離れろ。少ねえな、ちょっと少ねえぞ。全員来い、早く全員来るんだ。もっといただろ。遅いな、どこ行ったあいつら。あ、来い来い来い、迷ってんじゃねえよ。そんなとこ迷ってたら一生終わらないでしょ。いるね、しかし。あー、遅い、骨折の影響か。骨折の影響も出ている、だいぶ。助けてくれー。よし、こっちだぞ、お前たち。わー、いる、ほんとに。これは絶対勝利できないわ、さばききれない。よし、みんなこっちです。はい、みんな列に並んでね、順番に来てください。いいね、いいね。夜が近いからね、急いでね、急いで。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。これ後ろに何か他のゾンビがいたり引っかかったら俺死ぬな。うわ、いたー、言ってるそばから怖い、言ってるそばから危ね。まあ、まだな、難易度がノーマルだだけマシだな。難易度ノーマルだからあれだ、本当に食らうダメージが全然違う。インセインでこの前までやってたから、インセインだって2発殴られたら死んでたからな。ノーマル本当にあれだな、楽だな。そう考えるともう結構殴られたよね。よしよしよし、もう いいかな、もういけるかな。とりあえずここ道路挟めばいけるか。あそこ丘になってるし、一気にかけて向こうまで行けばいけんじゃないかと思う。行くぜ、ちょっと大回りしていこう。ちょっとこっちを、こっちに新たなゾンビがいないことを願いつつ。よしよしよし、いいぞ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 。よしよし、行けー、俺の家に行けー。よし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 、もうすぐ夜だ、夜。
急げ急げ急げ、急いで入るんだ。いないかな、全員引き連れたかな、うまい具合に。お、いいんじゃないか。いいぞ、勝ちだ、俺の勝ちだ。豚がいる。よしよし、やったー、勝利。あい、家の中にいる。嘘でしょ。這いずりか。でも這いずりぐらいなんとかするしかねえな。どけー、明け渡せー。前の持ち主か。あ、ダメだ。こんなところでちんたらしてたら、寄ってきてしまうかもしれない。とりあえずこの扉をぶっ壊す。ああ、壊れない。くそー。ピッキルか、これピッキルか。ダメだな。ナイフの方が壊れる。そんなことはない。壊して、壊してくれ。このドア、ドアを壊してくれないか、君。ダメだ、窓から入るか。ガラスの窓は、ガラスの窓ない。くそ、どこも結構バリケードの頑丈だ。ああ、互い違いに。よし、ジャンプで入るしかない、ここは。よし、オーケー。暗。オーケー。超暗い。ホラーハウスみたいになってる。勝てるか、この暗がりで、あいつと。あいつに勝てるのか。うわー。待って、助けて。やめて、やめて、やめて、やめて。そう、こっちまで来たら、明かりがないから。やばい、他にも声がする。あー、ナイフ壊れたー。絶望だー。しかもなんか集まってきてる気がする。ダメだー、集まってきてるー。やめてくれー。ここは俺の家だぞ。暗すぎて何も見えねー。もう終わった。これは死を覚悟するしかない。よいしょ。さま、ほら、当たらね。パンチが当たらね。くそー、ナイフ、ナイフ、ナイフ。もうナイフは、ナイフがない。助けてくれー。よいしょ。これはもう、本当に最初から、やばいな。おっ。頑張れ。よし、頑張った。ざまみろ。よし。ん？いないぞ。あ、やべ。だ、こいつだけか。じゃない。やめてー。やめてくれー。頼む。俺は平和に暮らしたいだけなんだ。そう、戦えない。奴らが破ったら終わりだ、扉を。でも攻撃がうまいぐらいに当たってないのか。あ、でもどうだろう。当たらない、あいつらに当たらないな。あー、増えたし。そう、集まってきた。うわー。え、あー、あー、ダメだー。